ボブ・ヒルは、アメリカ合衆国、オハイオ州コロンバス出身のバスケットボール指導者。NBA のサンアントニオスパーズのヘッドコーチなどを、歴任。ヘッドコーチ時代、メディアへの対応、サイドラインで靴を打ち鳴らしたり審判に抗議する、スタイルが知られた。ヒルは、オハイオ州のマウント・スターリングで育ち、ワージントンの高校に進学、卒業後は、 同州のボーリンググリーン州立大学に進学したが、この時に、コーチ業に興味を持った。大学を卒業後、ボーリンググリーン州立大学、ピッツバーグ大学、カンザス大学のアシスタントコーチを経て1985から1986、シーズンより NBA のニューヨークニックスのアシスタントコーチに就任、1986から1987、 シーズンにはヘッドコーチを務め20勝46敗であった。その後1988から1989シーズンにはセリエ A のビルトゥスボローニャのヘッドコーチ1990から1991シーズンにインディアナペーサーズのアシスタントコーチを経てヘッドコーチに就任1992から1993 シーズンまでの3年間をヘッドコーチとして113勝108敗の成績を残した。1993から1994シーズンはオーランドマジックのアシスタントコーチを務め、1994から1995シーズンにサイアントニオスパーズのヘッドコーチに就任、レギュラーシーズンでリーグ最高の62勝を挙げたが、カンファレンスファイナルで、 ヒューストン・ドケッツに敗れた。1996から1997シーズン、主力であるデビッド・ロビンソン、ショーン・エリオットの欠場などにより開幕から3勝15敗となったところで解任され、後任にはグレッグ・ポポビッチが就任した。1999年から2003年までは、フォーダム大学のヘッドコーチとして36勝78敗。 2003年には2勝26敗に終わった。大学とはまだ契約が残っていたがバイアウトにより退任した。2006年1月3日、ボブ・ワイスに代わってシアトルスーパーソニックスのヘッドコーチに就任2006から2007シーズンまで務めた。その後、中国の先生キリンズのヘッドコーチを経て2010年、東京アパッチヘッドコーチに就任した。 2016年5月、フェニックスサンズのアシスタントコーチに就任。2017年10月にヘッドコーチ交代により退任した。ありがとうございます。